はい、ということで今はね、さっきの場所から無事帰還して、今ね、いろんなポイントを巡ってます。あ、やばい、ここマジやばい。見てください、この景色。なんかすごい、めっちゃ月出てる展望台がある。今歩いてきてるんですけど、なんかね、本当にまだあれから5分ぐらいしか歩いてないのに、全く別の場所にいるような景色がすぐ変わります。なんかめっちゃ不思議だよね、こんなに大きいから。めっちゃ綺麗、グランドキャニオン。そしてリンゴ、この辺で一番人気なマザーポイントという展望のとこに来ました。さっきからおじさんが日本人の女の子たちにナンパしてます。はい、キヤ君。なんですか、すごいところ来ちゃったよね。来ちゃったよ、グランドキャニオン。本当誰のせいだよ、もう最高だけど。最高か。マジこの企画のことどう思う、どう思ってた。最高すぎない？いや、思ってた思ってた。これはやばいな、こいつ頭おかしいんじゃないかって思ったんだけど、うん、なんかちょっと久しぶりにはっちゃけたことやりたいなと思って。うんうん、なんか、まあ、全然旅行とかも行ってないしね。まあ最近あれだもんね、学校ずくめだったからね。しかも学校バイト尽くしだったから、なかなかいい企画できなかったからね。普通にいい企画、多分これ帰る頃には僕はバイトクビになってるんですけど。まあそこ、まあまあまあそこはそこで、ちょっと始めようかな、探すの。もちろん全然自然の方が好きなんで、バイトより。うん、はい。まあ、本当にね、まあ、たまには人間こういった行動力とか必要になるので、なんか何、全然自分がしたことはバカとは全然思ってない。俺は天才だよ、もはや天才か。それは嬉しい。天才やっぱね、なんか軽すぎないみたいな思う人いるかもしんないけど、それもそれで悪くないよみたいな。確かに悪くない。そんなこういう、いきなり起こることがないと人生楽しめないし、1ヶ月前とかから計画して旅行するよりも3日後行くぞみたいな、その1ヶ月間のワクワクがもう3日に収まってるから。うんうん、確かに。俺普通じゃ味わえてないあのワクワク感味わえてます、本当に。だって見てこれ、グランドキャニオンだよ。やばいね、これ。行けると思わなかったもん ね。いや本当に良かったよ、日本とかどこになったら嫌だなって思ってたけど、うん、まさかのアメリカっていう。誰もが死ぬまでにね、行きたい場所、何のキャニオン。一回は行ってみたかったもんね。いや本当に来れてよかった。何見てんの？あそこね、俺飛べる気がする。飛べそうじゃない？またげで走ったら。飛ぶか？走ったら飛べそうだよね。走り幅跳び？うん、行けるんじゃないか。やっちゃうんですか？これは崖フェチにはたまらないよね。マジたまらんよ、マジで。崖フェチってなんだよ。いや崖、マジ崖感動するし、うん、やばいからね、気持ちを落ち着くし。本当にいつも崖座ってるとき、うん、物音が何も聞こえないの。なんかいつも本当に何、シーンって風とか吹いてても、大自然を感じることができるから。違う、風とかがあっても人の音とか聞いてても、崖に座った瞬間なんか本当にその景色に集中しすぎて、その消えるの音が本当にもう宇宙にいるみたいな音。それが爽快なんだ。そう、みんなすごい、見てこれやばい。なになに、見てこれやばい、もうめっちゃ広い、やばい。これはなになになに、ガキフェチさん来たんじゃない？最高最高。見てこの、どこを見てもこの広々として、やばい、気持ちいいね。楽しい、ちょっと見せたい。崖を知らない人たちのために崖を紹介します。これが世界級ん、世界最大級の崖の一つ。やばいですよ。来ちゃった。
本当にもう来てる実感がないもん。3日前ぐらいに決まったことだからさ、急に。なんか本当にいい経験してます。今人生楽しい。Shooing me off. Ah, oh, no. Yeah. You know. Oh my God. Yeah. Okay. No, I. No. Gentlemen, enjoy your stay. いいね、進んでますね。進んでます。もうグランドキャニオンの道が永遠とね中に続いているので、適当にいい感じの場所を見つけて朝ごはんを食べようと思います。イエーイ、朝ごはん楽しみ。しゃ。た、静電気またなった。はい、ということで今ここにねキャンピングカーを止めて、そしてここがキャンピングカーのテーブル、キッチン、そしてその窓からはじゃん、グランドキャニオンが豪快に見られます。めっちゃ綺麗だよ、本当に。なんかもうこれしか言ってないと思うけど本当に綺麗です。なのでね、この景色を窓から見ながら朝食を食べていきたいと思います。はい、みんな見て、朝ごはんを今ね食べながら見てください、この景色。いいね、素晴らしい。今からねこの景色を見ながら美味しいご飯をね、キャンピングカーの中でご飯を食べていきたいと思います。おいしい。これ先輩の NG 顔が映りそうになった。請求が来る、やばいよ、事務所さんから。こんな最高で最高な食事できる場所本当にないよ。つい我慢できなくなって、まあ外で崖の上でご飯を食べてます。今から違うポイントに運転していきたいと思います。はい、はい、ちょっと行くか。これキアじゃん。俺じゃん。はい、では今ねグランドポイントビューという、まあ場所に来ておりますので、今からこのね、ここはねトラッキングできる道があるので、うん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 、結構ワイルドらしいんですよこの道が。へえ。なのでちょっとハイキングというか、いいね、トレイル、トレイル一緒に行きましょう。歩いていこう。ね、みんな見て、あれ、あの岩の、でっかい岩の上、ものすごくちっちゃい、なんか石がたくさん大量に置いてある。じゃあ小さめの石にする。あ、やばいやばい。お、全然ダメや。ダメやった。お、おっと、やばいとこ来たよ。すごいところ来ちゃった。なんか岩の断面に階段が掘ってある。見て、このめっちゃ手作り感。崖っぷちに、本当に落ちたらやばい。崖っぷちにこんな手作りの階段があります。やばいね。うわ、これはやばい。本当に壮大な地形です。しかもなんか所々によって、あっちは例えばめっちゃ木が生えて森になってたり、まああっちはなんか土の色がめっちゃ真っ赤で、こっちはものすごく白いし、すごいよね。